温泉旅行だけど、母さんたちと一緒に俺も行くことになった。お前は留守番として残れ。は？母さんたちが俺を誘ってくれたんだ。家族水入らずで楽しもうって。私はもう呆れて物も言えなかった。ああ、この人と結婚生活を続けても無駄だ。分かったわ、本当にいいのね。私の名前はユキ、32歳の会社員。夫のコウタとは合コンで知り合った。私はどちらかというと地味なタイプで、そのため恋愛には奥手だった。なので参加した合コンでもうまく話せず、自分をアピールできなかった。そんな時、積極的に話しかけてくれたのがコウタだ。彼は気さくで、うまく喋れない私のペースにも合わせて話してくれて優しい人だった。そしてなんと連絡先を交換しようと言われ、私たちはその後デートを重ねるように。その後彼から告白されて交際がスタート。1年半ほどの交際期間を経てプロポーズされた。私はとても嬉しかった。正直年齢も30歳を超えていたので、結構焦っていたのもあったし、何より私なんかにプロポーズをしてくれたというのが嬉しかった。私は OK し、彼と結婚することに。その時は嬉しくて仕方なかったのだが、その後少し気になることが出てきた。それは彼の実家に行って結婚の挨拶をした時のこと。彼の実家には彼の母と姉が2人で住んでいた。父親は数年前に病で他界したそうだ。お姉さんは私の2歳年上で、離婚を機に実家に戻ってきているらしい。彼の母も姉も笑顔で私のことを出迎えてくれた。あなたに会えるのを楽しみに待ってたのよ。さあさあ早く上がって。優しそうなご家族で、私は最初は安心していた。ゆきさん、着てる服おしゃれ。ありがとうございます。会社勤めなんでしょ。女性が会社員として頑張ってるのはすごいと思うわ。二人とも私を褒めてくれて、すごく気分が良かった。ねえねえ、ゆきさんは年収どれくらいなの？え？初対面でいきなり年収を聞かれて、私はびっくりした。これから家族になるわけだし、別に教えてくれてもいいじゃない。ゆきは大手企業に勤めてるから結構稼いでるんだよ。転職して給料が下がった俺の2倍くらいってとこかな。あら、すごいのね。わお、それじゃあコウタの方が養ってもらってるような感じになるのね。あ、姉ちゃんそれひどい。俺はユキよりも給料上がる予定なのに。はいはい、いつになることやら。ユキさん、これから家族としてよろしくね。はい、よろしくお願いします。最終的には和やかなムードで結婚の挨拶は終わったが、なんとなく彼のご家族の言動に引っかかりがあった。まあそれでも彼のことは好きだったので、そのまま結婚することにした。まさかそれであそこまで苦労することになるとは思わなかったが、私と夫は結婚式を挙げなかった。私があまり挙げるつもりがなかったというのもあるし、夫の給料が低かったので無理にお金をかけないでおこうと考えたから。それならば二人の将来のためにお金を貯めようと決めたのだ。そして私たちは夫婦として共有口座を作り、そこにお互いの給料から少しずつ入れて貯金をし始めた。子供が生まれたら学費とかに充てて、他には私たちの老後資金とかに充てるつもりだった。しかし結婚して半年ほどが経った時、私は通帳を記帳してびっくりした。なんと30万円もの大金が下ろされていたのだ。私には身に覚えがないということは確実に夫だ。私はすぐに夫を問い詰めた。これはどういうこと？なんでこんな大金が勝手に下ろされてるの？夫はしまったというような表情を見せた。そして気まずそうに、実はと話し出した。姉ちゃん離婚して実家に戻ってきてるって言ったろ。実はあれ姉ちゃんの不倫が原因なんだよね。え？だから慰謝料を請求されてて、未だに支払いが残ってるんだよ。私は開いた口が塞がらなかった。そんな大事なことをなんで結婚前に言ってくれなかったのだろうかと。それであといくら残ってるの？確か100万くらいだったかな。姉ちゃんは低賃金のアルバイトだし、母さんも年金暮らしだから、ほんの少しずつぐらいしか返済できなくて、だから少しでも楽をさせてあげようと思って。そっか。義士に借金があったことにも、夫が勝手に共有口座からお金を使ったことにも驚いたが、さすがに結婚した以上は夫の家族が困っているなら何とかしてあげたいと思った。
じゃあ少しだけなら毎月お姉さんたちに仕送りしてもいいけど。本当か？ありがとうユキ。姉さんたちも喜んでくれるよ。こうして私たちは月に5万ほど技師たちに仕送りをすることになった。その分自分たちの貯金の額が減ってしまうが、まあ技師が慰謝料を支払い終えればまたすぐに増やせるだろう。しかしこの前技実家に行った時に私は気になるものを見つけてしまった。それはブランド物のバッグだ。別に古いものならもともと持っていたものなのだろうと思い気にならない。だが明らかにそれは新品だった。あれ、これってどうしたんですか？私がそう言うと技師と義母は慌てていた。え、ああそのバッグ、お友達が忘れていったの。ああそうなんですね。完全に義師が買ったのだろう。そしてそのお金は私たちが仕送りしたお金だ。この調子だと義母も何か買っているような気がする。お姉さん、借金って残りはどれくらいですか？え、あ、確か100万くらいかしら。あれ、この前聞いた時も100万でしたけど。え、あれから半年ほど経ってるから30万は返済しているはずですよね。だったら残りは70万じゃないですか？ああそうね、そうだったわ、それくらいよ。完全に怪しい。あの、本当に仕送りは借金の返済に当ててるんですか？え、何言ってるの、当たり前でしょ。義師はギクッとしたような顔をしている。そうですか。でもなんだか家の中に新しいものが増えたような気がするんですよね。トースターとかこんな最新機器のやつでしたっけ？私が指摘すると義母がハッとした表情を見せる。なんてわかりやすい人たちなんだろうか。私はここはちゃんと言わなきゃいけないと思った。もし仕送りを借金の返済ではなく自分たちの娯楽のために使ってるなら仕送りをやめさせてほしいのですが。え？そんな。義師と義母は絶句している。完全に私たちにお金をたかってただけということだな。すると黙って聞いていた夫が立ち上がった。おい、何やってるんだ、見損なったぞ。まあそうだろうな、姉や母親に騙されてたんだから怒るのも当然だ。お前は俺の母さんと姉さんを苦しめたいのか、ユキ。え、どういうこと、なんで私が怒られてるの？夫は私のことを鬼の形相で見ている。俺は母さんたちの生活が少しでも良くなるようにという思いで仕送りしてたんだ。ブランド品や新しい電化製品を買うことで生活が良くなるなら別にいいだろう。え、夫の謎理論の展開に私は困惑してしまった。俺の家族なんだから大事にしてくれないと困るよ。コータ、コータありがとう。姉さんたちの生活は俺が守るからな。なぜか義母と義師は涙を浮かべながら夫と結束を固めている。なんだこれ。私はこの茶番に関わるのはやめることにした。今までは仕送り分と自分たちの貯金とちゃんと私の給料からある程度入れていたが、なんだか馬鹿らしく思えたのでどちらも私が入れる額を減らすことにした。夫は仕送り分を多く支払うことになって少し嫌な顔をしていたが、私が無視を貫いていると何も言わずに多く支払ってくれた。そして私はなるべく義師と義母とは関わらないようにした。そのおかげであまりストレスを感じずに過ごすことができた。それから1年ほどが経ち、今年も結婚記念日が近づいてきた。今回私は会社で昇給したので少し奮発することに。予約がなかなか取れない温泉宿を予約することができたのだ。数ヶ月前に連絡をしたのに空き状況がギリギリだったので本当に取れてよかった。部屋も綺麗で広くて料理も豪華。二人の記念日をお祝いするにはうってつけの場所だろう。夫もとても喜んでくれて私たちはとても楽しみにしていた。だが旅行1ヶ月前になった時に夫がとんでもないことを言い出した。温泉旅行なんだけど母さんと姉さんに譲ろうと思うんだ。はあ、どうして？いや、二人に話したらさ、私たちは質素な生活をしているのにずるいって言って怒っちゃって、なんだか申し訳ないなって思って。いやいや、だってこれは私たちの結婚記念日のお祝いだよ。主役は私たち。なんで私たち不在で旅行が開かれるのよ。いや、でも母さんたちを置いていくのはな。今回ばかりは絶対ダメ、譲らないから。
私が苦労して予約を取った宿だし、何ヶ月も前から楽しみにしてたんだから。私がものすごい剣幕で怒ったので、夫もその時は私の勢いに負けて、分かったよ、と言った。しかし数日後、夫はまたしてもとんでもないことを言った。温泉旅行だけど、母さんたちと一緒に俺も行くことになった。お前は留守番として残れ。は？母さんたちが俺を誘ってくれたんだ。家族水入らずで楽しもうって。私はもう呆れて物も言えなかった。ああ、この人と結婚生活を続けても無駄だ。わかったわ。本当にいいのね。お、わかってくれるか。さすが俺の嫁だよ。記念日のお祝いはまた別日にやろう。な。調子のいいことを言う夫。もはや私の彼への愛情はこの一瞬ですっかり消えてしまった。私は宿に連絡し、人数の変更が可能か尋ねた。料金は上がるが、同じ部屋で利用することは可能だとのこと。私は人数を変更してもらい、予約者の名前も夫に変更してもらった。そして当日、夫は満面の笑みで、じゃあ行ってくるよ、お土産楽しみにしてて、と言って家を出た。私は夫が家を出た直後、家の近くで待機してもらっていた私の家族に家に入ってもらった。そして全員で夫の荷物、私の荷物をまとめた。夫の荷物はすべて義実家へ送り、私の荷物は私の実家へ。そして私は家を出た。温泉旅行は一泊二日。なので夫たちがあの事実に気づくのは明白だ。そして翌日10時、慌てた様子で夫から電話が来た。もしもし？ちょっとどういうことだよ。旅行の代金って支払ってくれてたんじゃないの？いやなんでよ。私は予約を変更しただけよ。そこの宿は基本後払いなんだから、宿泊後に支払うのよ。そんな、俺たち今すぐ30万なんて支払えないよ。あら、それは困ったわね。なんでそんな人事なんだよ。助けてくれよ。金が支払えなかったら通報されちゃうよ。そりゃお金がないんだから仕方ないじゃない。はあ？お前家族に対してそんな言い方ひどすぎないか？いや、もう家族だと思ってないから。え？あなたとはもう離婚する。はあ？部屋は解約したし、あなたの荷物は実家に送りつけてるわ。あと離婚届も一緒に送ったから。何勝手にそんなことしてるんだよ。勝手なのはあなたでしょ。私たちの結婚記念日のお祝いをめちゃくちゃにして。このままじゃ私たちの貯金だって全てお姉さんとお母さんに奪われるでしょ。そんなの耐えられないの。私はもうあなたと結婚生活を続けるつもりはないから。おい。私は有無を言わさずに電話を切った。その後も何度か着信が鳴っていたが、全部無視をした。すると数時間後に警察から夫と義母と義姉を逮捕したと連絡があった。だが現在は弁護士を立てて離婚を要求していて、別居状態なので関わりたくないと言った。その後、夫たちは友人やら親戚やらに頼み込み、お金を工面して何とか代金を支払い釈放。だが逮捕されたことは夫と義姉の職場に伝わり、二人とも解雇されたそうだ。そして釈放後は私との離婚協議。こちらは収入も十分にあり、弁護士費用も余裕で出せるが、夫は無職になり金も借りてる状態なので、弁護士を雇うことができず離婚に応じるしかなかった。財産分与で夫の元にも共有口座のお金は半分いったものの、無職の状態で義姉と義母と3人で暮らすことになったので、あっという間にお金はなくなるだろう。逮捕されてしまったので次の仕事を探すのも難しいだろうが、自業自得だ。一方、私は単身用のマンションに引っ越し、快適に暮らしながら一人身の生活を楽しんでいる。とりあえず恋愛はしばらくいいので、仕事に打ち込もうと思う。結婚記念日のお祝いを自分の家族との旅行に変えるなんて最低な夫ですね。主さんのおかげで温泉宿の予約が取れたことも忘れてますし、これは別れて正解ですね。主さんは仕事で十分稼いでいて、一人でも生きていける人なので、焦らず次にいい人を見つければいいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。